ドラゴンボールゼノバースにはバンダイナムコエンターテインメントより発売されたゲームソフト。2016年11月2日にプレイステーション4版が2017年9月7日にニンテンドースイッチ版が発売された。原作者の鳥山明が全面監修を行うも日本でのサービス開始は行われなかった日韓共同制作のオンライン MMORPG。 ドラゴンボールオンラインと同一の設定や世界観に基づいて制作され、累計出荷本数500万本を達成した2015年発売の家庭用アクションゲームソフト、ドラゴンボールゼノバースのシリーズ第2弾にあたる。累計出荷本数は2020年12月時点で700万本に達する。シリーズ累計出荷本数は2018年7月時点で全世界1000万本を超え、 2021年4月時点で全世界1500万本を突破した。プレイヤーの分身となるキャラクターを作成して、孫悟空やベジータたちと共に戦い、ドラゴンボールの歴史を守るという前作のコンセプトを継承している。フィールドはより広大になり、アバターカスタマイズの範囲も広くなる。対戦だけでなく、他のプレイヤーと協力して、ボスと戦うこともできるようになる。 前作、ドラゴンボールゼノバースのプレイステーション3版、または PS4 版から、セーブデータを継承することが可能。セーブデータを継承すると、前作の主人公が本作でも登場する。また、所持金、技、衣装の一部を継承することができる。2016年10月14日17時17日16時59分の期間に、オープンウェータテストが実施された。 対応機種は日本では PS4 のみだが日本国外では x b o x ONE PC でも発売された。2017年1月13日にスイッチでも発売されることが発表され、2017年9月7日に発売された。PS4 版とスイッチ版とでは描画やフレームレート、ボイスチャットがスイッチ版には付いていないなど若干仕様が異なっている。 2018年11月22日に、ドラゴンボールゼノバースに本編と DLC 第1から4弾のシーズンパスをセットにした PS4 用ソフト、ドラゴンボールゼノバースにデラックスエディションを発売した。初回生産分のパッケージ版及び12月20日までに購入したダウンロード版には、未来のトランクスをモチーフにした PS4 用テーマを入手できるプロダクトコードも付属していた。 2019年3月20日に無料で楽しめるライト版ドラゴンボールゼノバースにライトの配信が p s 4向けに開始された。無料版では序盤のストーリーやクエストのほかフィギュアを使ったバトルゲームのヒーローコロシアムやフォトモードが楽しめ、その他にもミッションやクエストにおいて製品版のプレイヤーとマッチングすることも可能となっている。前作 ドラゴンボールゼノバースでの戦い、ドミグラ事件解決の2年後から物語は始まる。歴史に悪影響を与える歪みが肥大したことで時の境狼は時の巣を大幅改装。新たにコントントが誕生し、トランクスと時の境狼は腕利きのタイムパトローラーを募っていた。タイムパトローラーの一員となった。 主人公は、とある調査を行っていたところ、老会オガミより、呼び出しを受ける。それは、ドラゴンボールの歴史改変を防ぐという重要任務の担当に選ばれたというものだった。地球に襲来したサイヤ人たちとの戦い、ナメック星でのフリーザ一味との戦い、蘇った人造人間や未来から現れたセルとの戦い、復活した魔人ブーとの戦い、破壊神。 ビルスとの戦いなど、歴史改変を食い止める中で、強敵たちとの死闘を通じて、主人公は大きく成長を果たしていく。歴史を改変していたのは前作にも登場した暗黒魔界の生き残りとはと、ミラであった。トアは、改良を施した新生児の身を同士たちに与え、極悪化によって大幅にパワーアップさせる術を手にしていた。手始めに、 別の歴史から連れてきたターレスとスラックに食べさせ、力を与えるが、実は極悪化とは、己の生命力を消費して、膨大な戦闘力を与えるというものだった。さらにはトアによって洗脳までされてしまい、死ぬまで戦い続ける駒になってしまう。主人公とトランクスによってターレスとスラックは倒され、その後新たに現れたブロリー、ジャネンバも、ベジータらと協力して撃破。 そんな中、仮面のサイヤ人が主人公の前に立ちはだかる。彼の正体は歴史改変によって、トアに命を救われたサイヤ人の下級戦士、バーダックであった。激闘の中、洗脳から解放されたバーダックは反旗を翻し、ミラを取り押さえる。そして、トアが開いた脱出不可能な次元の牢獄に引きずり込み、道連れにしてしまった。こうして、バーダックとミラは、 一行の前から姿を消した。その後、トアとミラを追っていたはずの、先輩パトローラーが主人公の前に立ちはだかる。彼、彼女もまた、トアの魔術によって極悪化を引き起こし洗脳されていた。なんとか打ち勝つもトアは次の一手にで、先輩パトローラーが、神竜に呼び出された時間に移動し、神竜を殺して、それまでの戦闘、改変をなかったことにしてしまう。 これによって、先輩パトローラーは、歴史から抹消されてしまい、誰の記憶からも消えてしまったがトランクスが思い出したことで、主人公は歴史改変を阻止できた。そんな中、時々が、新たな宇宙の歴史が詰まった卵を産む。実はこれこそが、トアの真の狙いであり、この卵を利用することで世界の半分を、暗黒魔界に替え故郷を復活させようとしていた。 もし実現すれば、世界の半分が悪に染まったのと同義。阻止するべく立ち向かう主人公だったが、トアは卵の力で再び次元の牢獄への扉を開き、ミラを復活させるとそのまま自分たちが支配する時代不明の歴史へ逃亡。しかし逃げられる直前、先輩パトローラーが我が身を呈して道を切り開き、二人との決着を主人公に託す形で倒れる。 すべてを託された主人公は最後の戦いへと向かう。トアに刺激される人造人間でしかなかったミラダが主人公に勝ちたいという思いから自我を獲得し、これまで以上にパワーアップを果たしていた。リミッターを外し暴走した力で主人公に挑むもコアの破壊を危険視したトアが裏切ったことで敗北する。トアが役立たずと吐き捨てた直後、 復活したミラは彼女ごと卵を吸収。最終形態へと変貌し、もはや手のつけられない存在と化してしまう。そこへ、悟空が火星に加わり、主人公はミラとの最後の一戦を繰り広げる。戦いの最中、ミラがひるんだ一瞬をつき、悟空の龍剣が胸を貫き、卵を奪取。主人公が放った、カメハメハによりミラは消滅した。新たに、バーダック。 ターレス、ジャネンバなどが登場。また、初回特典として、悟空ブラックが使用可能になる、プロダクトコードが同梱される。インターネットに接続して、プレイステーションストアや任天堂 e ショップから追加コンテンツや追加キャラクターをダウンロードできる。前作と同様に LV が80に到達した時点で、必要経験値が跳ね上がるが、 NPC の塗速にお金を渡すことでレベルを一つ上げることが可能となっている。LV80 まではゼニー、それ以降は TP メダルが必要となる。これを利用すればキャラクターを作成してすぐにレベルカンストまで持っていくことができる。ありがとうございます。